ださいました。本日東京ディズニーシーは午後9時まで開園いたしております。素敵な旅の日、まあまあいますね。どうぞお楽しみください。ありがとうございます。どうぞ。行きます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 。はい、ということで今日は年間パスポートの抽選が当選していたので14時から東京ディズニーシーへ来ています。久しぶりに晴れてるパークに来たかも。そして今東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーのハーバーの中だよね、ハーバーの真ん中で工事をしているのでちょっと状況を見ていきます。これ何の工事してるんだろう、真ん中で。新しい21年度のプログラムの夜のナイトエンターテインメントプログラムの準備の可能性もありえそうですね。物体みたいなものが3つと端っこに丸いものもあります。パスはトイストーリーマニアが待ってるんで14時でもギリギリ取れるね。じゃあ取っていきます。確か19時からは通常スタンバイだったんですよ。であとはエントリー受付もできたらもうやっていきましょう。ハーバーグリーティング始まるんで4分でやっていきます。ブロードウェイどうしよっかな。16時45分かぶってるのね。まあでも最悪16時45分の可能性あるのでどうだろう。ハーバーグリーティング、ああダメでした。皆様にお知らせします。まもなくメディテレーニアンハーバーにおいてディズニーの仲間たちが皆様へご挨拶する、ミッキー&フレンズのハーバーグリーティングが始まります。別のグループの方と間隔を空けてご覧ください。どうぞお楽しみに。Ladies and gentlemen, boys and...ということでハーバーグリーティング見てきました。この前がミステリアスアイランド側からパークを一周したので今日はアメリカンウォーターフロント側からパークを一周していきます。
在気温は21度で、日中だと長袖でちょうどいいくらいです。パーカーとか上着を着てたらちょっと暑いぐらいかな。最初にトイストーリーマニアのスタンバイパスの混雑状況を見ていきます。そういえば先日ビッグバンドビートが公演しているブロードウェイミュージックシアターでエントリー受付に当選していたら中の施設に入れてキャラクターグリーティングがすることができるんですけど、今回も残念ながら外れてしまいました。 C のエントリー受付、前のパーク一周も全部外してるから、やっぱりグリーティングはかなり当たりづらいように感じます。タワテラ前もすごいね、混み。でもトイストーリーマニア前に比べたらスタンバイパスの列が短い。現在トイストーリーマニアはスタンバイを実施していないです。今の時間はスタンバイパスのみの方が優先なので、このところ通常のスタンバイに並べるのが19時になっているので、この時間帯はスタンバイパスを持っている方のみご案内で、キャストさんに聞いたらすぐご案内できるって言ってたので、だいたい15分ぐらいの待ち時間になっています。トイストーリーマニアを出てタワーオブテラー入っていきます。タワーオブテラー、何この待ち状況。間隔を空けてるとはいえ並びすぎじゃない、タワーオブテラーの待ち時間は80分待ちでご案内しています。14時の入園前にアプリで混雑状況見てたんだけど、インディーが止まっていて、もしかしたらインディーがやっていない分他のアトラクションにゲストの方が流れていて待ち時間が大幅に上がってるかもしれないです。タートルトークも外側まで列ができていて50分待ちでご案内中です。本当だったらここからハローニューヨークが見れたのかなって思うとちょっと切ないっすね。そして今ドックサイドステージ SS コロンビア号の前にあるステージの近くにいるんですけど、このドックサイドステージでもエントリー受付に当選していたらキャラクターに会うことができます。サイドステージ前にあるガーリックシュリンプのフレーバーも少し列が長めにできています。取り扱いはウッディとリトルグリーンメンのポップコーンバケットです。ケープコットへ着きました。ケープコットも前に比べたらゲストの方が多くて通路が少し歩きづらく感じます。
少しずつ気温も肌寒くなってきて、日没も早くなってきました。ミルクチョコレートのフレーバーもちょっと列できてるね。ケープコットとポートディスカバリーの通路間にあるシーサイドスナックがついに浮輪マンが帰ってきました。まんちぎってみました。中の具材にエビが入っています。今抹茶ミルクチョコレートのフレーバーやってないんですね。休止中だ。ライダーは40分待ちでご案内中です。スタンバイパスを導入していて、ソアリンやトイストーリーマニア、一時休止中のインディも含めて他のアトラクションにみんな並んでいて、待ち時間が上がっています。それではポートディスカバリーを出るんですが、すごいことになってるね。ポートディスカバリーとロストリバーデルタの間の通路、インディ再開した。これおそらくだけどインディが再開して列ができてるんだと思うんですけど、いやインディだ。一旦ここで通路止め、一旦通してすごいことになってるね。これ取ったらまだダメっぽいかな。いい感じだ。あ、ソングオブミラージュのハンガーステージの通路使ってるんだ。アドベンチャー列の最高。このまま橋を渡ります。インディ再開後何分待ちか見ていきましょう。インディージョーンズは90分待ち。タワテラよりも待ち時間が上がっていて、今まで見てきたインディの中で一番混んでると思う。システム調整明けっていうのか、かなり待ち時間が長いです。相変わらずインディー前の通路もゲストの方が多くて歩きづらくなってます。まあ秋は毎年混みやすい行楽シーズンなので混むのは仕方ないんですが、今日は待ち時間がどれも長い。ロストリバーデルタのアトラクション
レイジングスピリッツへ来ました。レイジングスピリッツもいつもよりかなり列ができていて、通路がとても歩きにくいです。レイジングスピリッツの待ち時間は長いな、45分待ち。普段だったら30分とか25分待ち。レイジングってずっとライドが動いてて回転率がいいイメージなんだけど、今日はおそらくだけど雨じゃなくて晴れてる日っていうのもあるし、休止中のアトラクションがスタンバイパスのアトラクションが2つ、休止中のアトラクションが復帰したばかりで、他のファストパス導入アトラクションにも待ち時間が多少影響していて、普段より10分から15分くらい待ち時間が長く感じます。それでは列がすごいことになってるんですけど、このままアラビアンコースト入っていきます。レイジングまだ続くんだ。え、待って待って待って、長くない？レイジング、ただいま最後尾はサルタンズオアシス方面にございます。サルタンズオアシス、レイジングスピリッツをご利用しましょうか。すごい、ずっと続きますね。はい、ということでアラビアンコーストのシンドバッドの前の通路にいるんですけど、レイジングスピリッツがサルタンズオアシス方面まだまだ先へ続いています。シンドバッドも普段より列ができていて15分待ちでご案内中です。前にパーク一周で紹介したストロベリーチュロスも列が長いです。シンドバッドも長いけどチュロス長すぎない？チュロスは、まあ、やっぱり午後っていうのもあるし、入園者が増えた段階だよね。最大キャパできたら午前中の方が空いてるかもしれないです。右側がチュロス、左側がシンドバッドの列です。はい、ということでアラビアンコーストの噴水の近くへ来ました。マジックランプシアターはいつもに比べたら入り口から最後尾まで列が短いです。マジックランプシアターはいつもに比べたら少し待ち時間の短い45分待ちでご案内中です。普段って60分とか70分、もう少し待ち時間がある印象なんだけど、たまたまだと思う。今来てみたタイミングが良くて45分待ちです。大半この45分待ちの時ってアプリが反映したら、アプリを見たゲストが45分待ちだ空いてるってなって、いざ来てみたら60分とか50分待ち、待ち時間が上がったりするので、逆に現地今この段階で45分待ちで時間に余裕があるんだったら、このタイミングで並んでおいた方が僕はいいかなって思います。逆にアプリで見て45分待ちで現地行ったら60分待ちの可能性もあるので、あえてアプリで60分待ちの時に近くにいたら覗いてみて、待ち時間下がっていたタイミングで乗る方法が個人的にはおすすめです。カスバフードコートも特に列はできていないです。今日は本当にテーブル系のレストランは待ち列がない感じです。前のパーク一周でもできたけど、本当にここに壁ができたのが切ない。そしてなんで中途半端に上だけ空いてるのかが分かんないけど、なんか切ないですね。それではアラビアンコーストを出てマーメイドラグーン入っていくんですけど、このアラビアンコーストが右側、左側がマーメイドラグーンで、この間から見る2023年オープン予定のC の拡張エリアを見るのが個人的に好きです。クレーンがたくさんあって、ジャスミンのフライングカーペットの横から少しだけもう鉄骨足場が見えているんだけど、あと2年後にオープンするって思うとワクワクがとても止まらないです。
フランジャーのフライングフィッシュコースターは30分待ちでご案内中です。この前雨の日にパーク一周した時はガラガラだったんだけど、やっぱり今日は晴れていて天気もいいので待ち時間が大幅に上がっています。歩いてるだけ見てる。夕日が綺麗。もうそろそろ日没かな。それではマーメイドラグーンを出てミステリアスアイランド入っていきます。すぐ入店できます。久しぶりにポルケーニャ食べたいな。麻婆豆腐、酢豚、チャーハン。よく麻婆豆腐と酢豚が美味しくて食べますね。こう唐揚げも美味しいよね。でエビのチリソースと、あと今年ピクサープレイタイムで出たジェームス・P・サリバンがポルケーニャレストランで帰ってきています。とは今の時期はローストビーフ麺もありますね。現在海底2万マイルは休止中です。次はセンターオブジアースの待ち時間見ていきましょう。はい、ということでセンターオブジアースへ着きました。センターオブジアースは他のアトラクション同様長蛇の列ができていて60分待ちでご案内中です。ということでメディテレーニアンハーバーを出るんですけど、ソアリンの列がすごいことになってるね。前まで短い印象だったんだけど、スタンバイパスってこんな伸びるようになったの。ソアリン、これ30分ぐらいかかりそうな感じがします。めちゃめちゃ長いし行列、今日混みすぎじゃないパーク。はい、ということでソアリンに着きました。ソアリンはミステリアスアイランドからだいたい30分ぐらい待ち時間がかかるとキャストさんが言っていました。なので C に来た場合、ワンデーパスだったらに関しては朝早いワンデーパスでスタンバイパスを取得できたら乗ることができるけど、自分みたいに14時入園とか
スタンバイパスがなくなってしまったら終日乗ることができないみたいです。そしてザンビーニの花壇も秋らしいよね、色味的にお花が咲いています。何かを組み立ててるよね、作業的。組み立ててるのかな、分からん。日中で珍しくこんな真ん中で大胆的にやっているって、あんまりない光景ですね。でもこうやって一つ一つ工事現場の方やイマジニアの方、東京ディズニーリゾートのキャストさんとかオリエンタルランドさんの頑張りによって、また新しい東京ディズニーリゾートが誕生するって思うと感動します。メディテレーニアンハーバーもちょっとずつ夕暮れになってきています。でもまだ僕今日長袖のシャツとパーカー着てきているんですけど、そこまで寒くないです。14時からパークを一周して17時前でだいたい終わりました。最後に新商品のグッズを見ていきます。新商品プーさんとティガーとピグレットがポーチプラッシーになりました。金額に関しては東京ディズニーリゾートのアプリでチェックをお願いします。まあ、今たまたま開いてたんだけど、プーさんが2300円、ティガーも2300円、ティグレットは2100円です。エンポーリオでニックとジュディの冬物のマフラーも再販になってます。今の気温だとちょうどいいかも、ニックとジュディのマフラー。エコバッグはまだたくさん残っています。あとは今日から新商品で味噌汁も販売になってます。キノコと揚げナスだね、ミッキーシェイプになってる。新商品販売しています。次はガレリアディズニー入っていきます。今年も販売してるダッフィー&フレンズのミトンは特に品切れはないです。パーカーも LL から M サイズから S サイズまで特に品切れはないです。オルメルくんもたくさん並んでます。手帳やカレンダーもまだ在庫あります。カチューシャもパスケースもたくさんあります。オルメルくんはやっぱりカチューシャ出ないっすね。にございますのが、当店のオリジナルのノンアルコールのカクテルでございます。はい、こちらはお持ち帰りできるグラス付きと単品とございますので、ぜひご賞味ください。はい、こちらの2つ、後ほどまたご案内させていただきます。はい、ではお席までご案内いたします。はい、はい、ということで、マゼランズはパシフィックにしました。この前もパシフィックにしたんだけど、この前頼んでいないメニューを今回中心にしてオートブルの盛り合わせにしました。イシェルさんは僕前頼んだやつなんですよ、エビシュリンプとホタテのですよね。
それも美味しそうですね。じゃあ食べていきましょう。いただきます。パンもついています。これミッキーシェイク可愛くて好きです。すげえサクっていきますね。めっちゃ美味しい。美味しい。はい、ということでコーヒーしました。パシフィックはコーヒーか紅茶選んでデザートを選ぶんですけど、シェルさんは紅茶と。はい、今蒸してます。蒸してる状態でブリュレにしました。マゼランズ利用したら閉園時間になったので帰ります。こうミラコスタから手を振る上級の民が羨ましい。下界の民は手を振るだけです。めっちゃ手振ってる。はい、ということで東京ディズニーシー午後からパークを一周してきました。めちゃめちゃ混んでました。センターオブジアースが60分以上、タワテラも60分以上、まあ、インディーが朝10時からシステム調整だったみたいで、やっぱり人気のアトラクションがシステム調整だと全体的に待ち時間が上がる印象があります。まあ、あとはソアリンが日中ずっとスタンバイパスでスタンバイ動いてないっていうのもあるし、トイストーリーマニアも日中はスタンバイパスなのも影響してるんじゃないのかなって思いました。下手したらオープンしたばかりのランドより C の方が待ち時間全体で見たら、アトラクション数はランドの方が多いんだけど、パークの待ち時間の混雑具合を見たらランドよりも C の方がちょっと回りづらいんじゃないのかなって今日パーク一周してみて思いました。前が雨の日だったから今日晴れてる日で、やっぱり雨の日はフライングフィッシュコースターの待ち時間短かったけど、晴れてる日今日みたいに過ごしやすい気温、もうこの服で長袖とパーカー今日着てるんですけど、秋の行楽シーズン入ったっていうのもあるので入園者数も多いし、これからクリスマスも入ってきてちょっとずつ元の東京ディズニーリゾートに戻っているなって今日 C をパーク一周してみて思いました。ぜひ今回の C のパーク一周、10月これで C は最後なんですけど、この動画を見て行った気分になったり、混雑状況、この時間ここ混んでるんだとかここ空いてるんだとか、最新のグッズの状況とかパーク一周で伝わっていたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるので、良かったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。マゼランズ美味しかった。